よし、ちょっとプレッシーに乗って泳いでみよう。うふふ、楽しみね。コースになってる感じか。よし、行くぜ。このコインのリングは本家だとコイン3枚分だったと思うが、どうやらこっちでも同じみたいだね。よし、こうなったら全部リングをくぐりましょう。くぐれなかったら次の日の晩飯おごりな。おい、また。そういえば前回のポコニャン、これで倒した方が今日の晩飯おごりなって言ってたけど、はぁ、倒した方、あれそうだったっけ。ってことは倒した方だったらマリサになるんだけど、はぁ、ふざけんなし。僕の巧み縄術のトリックに引っかかったな。いや、それは嘘でしょ。あはは、ただの編集ミス。そして全部取れたから僕の勝ち。いや、残念ながら一つだけくぐれてなかったぜ。絶対取れたと思ったのに。そしてこれどうやって降りればいいんでしょうか。絶対って書いてあるだろ。ふぅ、やっと降りれた。なんだろうこれ。ん？なんかリング的な感じ。全部倒せばいいのか。やるんだな、リチュー。またですか、トコシさん。僕は手出しはしないからさ。トコシさんも手伝ってくださいよ。僕が手伝っちゃうと経験値が分散するでしょ。ああ、そういえばそうかも。マリチューが一人で倒せば大量の経験値を独り占めさ。よし、トコシさんはそこで見ててくださいよ。鎧なんちのマリモンは。何か聞こえましたが。いや、なんでもないよ。結局本当に全部やらせるっていう。トコシさん、これも私に取らせてください。で、監修してるけど。鉄道エリエのボックスバトル。これは記憶正しいものだけしか取れない代物なんだよ。いや、またですか。場所は変わりまして、ビョンビョン島。あ、戻ってきたのね。そういえばチップをまだ2枚しか集めてなかったもんな。あれ、奥に見えてるじゃない。よし、飛びつきで一気に向こうまで。ちょ、この角度。そしてこのココア部隊である。ココア部隊言うなし。そしてココア部隊を言う。あれなんだろう、この会話昔聞いたことあるようなないような。ココアの視聴者さんならわかるわ。そう、ココアだけにね。さあ、マリサ、3枚目のチップをゲットだ。この調子でどんどん集めようぜ。ちょっと無視しないでもらえます？前回はクッパが襲来して見落としてた場所がたくさんあるからな。こういう側面とかもちゃんと見た方が良さそうだね。木箱の中に隠れてたりする？グリーンスターとかはたまにあったけどな。この奥の壁の上とかは？終わった。マリチュー、頼んだよ。またですか、ポコシさん。ジャンプ台があるし、それを使ってもいいと思うんだけど。やっぱり操作に慣れてもらわなきゃね。ゲットだちゅう。かわいこぶってんの？いや、そういうわけじゃ。最後のチップが見つからない。一旦この下を降りるとか？あ、ハテナの壁があるね。今までアイテムばっかだったけどな。そんじゃ、頼んだよマリサ。そこはマリサなのね。ちょっとボタン間違えないでよ。リアドの口が言ってるんだし。ん？黄色の土管って見たことある気が。おお、大量のコイン、この感じ懐かしい。よし、全部集めましょう。ワンナップの代わりにアイテムがもらえるんだもんな。アイテムはランダムなのかしら。おお、この葉がもらえたよ。めっちゃいいじゃねえか。2回目はキノコだったけど。もらえただけいいじゃない。残念ながら肝心のチップはなかったな。そういえばチップを探してたんだっけ。おじいちゃん、どこだ。やっぱり東大付近にあるとか。最後の5枚目だし、ワンチャンそれはあるかも。またここを登るの？簡単なルートがあると楽なんだが。あ、ポコニャン奥に。さっきヒップドロップでリングが出てきたやつだぜ。別の猫社員が取れる感じ？ビョンビョン島、はめろチクタクアスレチック。チクタクアスレチックって？ちょっと猫社員が。あそこの猫社員って最初に取った場所よね？あ、なんかカウントが。終わった。これ20秒以内に取らなきゃダメなやつか。ちょ、間に合うのこれ。このルートで行けば最短で上空に。こんなところからも行けるんだな。あのジャンプ台は無視なの？登れやなんだっていいんだよ。ギリギリ届いてないが、落ち着きを使えば延長できるのさ。ほら、ポコニャンここだぞ。理想記憶正しくやれよ。はめろチクタクアスレチック。ふぅ、猫じゃなかったらもっとギリギリだったね。逆にプロペラボックスを使ってたらもっと楽だったかも。よし、灯台に来たし、この辺りの探索を。あ、あったわ。まさかの。なるほど、上からは視覚で見えなくなってたのか。道理でわかんなかったわけだ。猫社員チップを5枚集めろ。でも効率よく取れたんじゃない？これはかなりラッキーだったかも。これでこの島の猫社員は3個集まったな。意外ともうあと2個なのね。よし、マリサ、一旦この島から離れようか。ああ、離れると出てくるお題とかあったもんな。あっちのまだ行ってない島とかいいんじゃないかしら。アイテムなーい。また行ってるし。もうちょっとで水に浸から進んだのに。パタンパタンと、猫ドンケツをすべて落とせ。へえ、猫ドンケツなんているんだ。要するにドンケツが猫耳つけただけだろ。あいつらか。確かに見た目は猫耳つけただけ。ポコニャンと一緒じゃねえか。ちょっと僕をこのドンケツたちと同じにしないでくれる？で、足場を切り替えて落とすなし。これってジャンプしたら切り替わるんだっけ？ちゃんと利用していかなきゃね。おい、ポコニャン邪魔すんなし。はぁ、今のはマリサが手前に戻したんだろ。いいし、私は私なりの考えだな。ああ、もういつも通り喧嘩になってるし、こいつは私が倒すから邪魔すんなよ。ああ、もうマリサ遅いって。ああ、お前私の獲物を。だって落とせるチャンスだったんだもん。今度こそ私が落とすんだからな。落とせたは落とせたけど。最後はクラウンがぶつかって落ちてったっていうか。どんな形でも落とせばいいんだし。まあそうだけど。ちょっとマリサ今ジャンプで落とせたのに。お前も都合
なんて相変わらずのコンビネーションの悪さ。よし、最後のこいつを倒した方が天才っていうゲームしようぜ。いや、それ僕くらでもやってたじゃない。勝負だ、僕にゃん。マリサも乗ってるし。ほら、マリサ今がチャンスだよ。そうそう、やって煽ってんじゃねえよ。早く倒さないと僕がやっちゃうよ。マリサは現実逃避ですか。ひでし、マジで操作がまずいんだって。またまたそうやって言い訳しちゃって。ああ、だったらお前がやってみろし。いや、僕そういうのやってないんですよね。そんなのずるいじゃねえか。でお前、はい、僕の方が天才だ。今のは反則だぞ、反則。別にそうでもないと思うけど。猫ドンケツをすべて落とせ。ふう、まあ次頑張ってくれよ。いつかやふんと言わせてみせる。ま、とりあえず猫社員を取れたわね。この後はどうする。ビョンビョン島に戻るか、このまま探索を続けるか。んー、まあ戻るの面倒だし、チップ集めでもしようか。お、早速1枚発見。ジャンプすると反転するのが厄介よね。これでグリーンスターを取るのも大変だったよな。懐かしいね。さあ、どこに隠されてるかな。お、あったあった。サクサクじゃない。あ、あそこの木の上にも。てめちゃくちゃ簡単すぎない。10個石間だから探しやすいな。さあ、これを取ったらあと1枚。あれ、まだ3枚しか取ってなかったわよね。そうそう、実はプレッシーでこっちに帰ってくるときに1枚取ってたんだよ。あ、そうだったのね。確かこのあたり。ほら、これだよこれ。さあ、あと1枚はどこだ。またさっき見た四角で見えない場所にあるのかしら。だとしたら入念に探さないと。てか、やっぱり猫状態の方が楽だよね。はい、またすぐにマップを開く。いい加減覚えろし。マリサだってたまにするじゃんか。たく、それよりやっぱりこの上にあるのかな。側面もくまなく探していこうぜ。まさかこの溶岩の中とかないわよね。いや、さすがに。お、壁にまたハテナがある。て、いかにも怪しいブロックが。お、ここにあったか。猫社員チップを5枚集めろ。ちょ、雨が降ってきたから、そろそろクッパが来るんじゃね。面倒だな。今のうちにできることをやっておきましょ。よし、ビョンビョン島に戻るか。場所は変わりまして、こちらビョンビョン島のとある壁。おお、招き猫出る。一応ヒップドロップを見とく。かっこいい。さあ行こう。ところでさっきのクッパは面倒だったのでカットしてお帰りいただきました。いや、クッパの扱い雑。それよりほら、戻ったら猫社員のお題が変わってたよ。あ、また鍵集めをするのね。あ、あったわ。はや、あはは、たまたま登った先にあったね。一応そこのブーメランフラワーも取っとく。だが結局猫に戻すんだろ。んー、まあ着替えるのが面倒だね。てか、マリサが取ればそのまま着替えずにストックができるんだけど。おっと、そういえばそうだったか。って気づいてないのね。ま、今度から頼んだよ。んー、まあ覚えてたらな。これ絶対すぐ忘れるやつ。あ、ついでにこの壁も調べておこうよ。ほらマリサ、早く早く。そう焦んなって。あ、またブーメランフラワーね。マリサが取ってよ。あいよ。よし、じゃあカゴのある場所までショートカット。という名のズルニャン。どこにあるの？この島の入り口付近だよ。泳いでいくか。ってなことになるかも。だから泳ぐのはやめておこうか。いや、何なかったことにしてんのよ。まさかのズルニャン対策されてるとはな。この世界では水中に物を持っていけないみたいね。普通だったらビート板にして加速できるのに。一旦この上を経由しなきゃか。鍵を持ってると壁を登れないのが面倒だな。あ、カゴはあそこね。近いようで遠い。でも登り切っちゃえば今度こそ行けるね。ちょ、ここから飛ぶ気？アイキャンフライ。はいはい、いつもの。アーンド。ダイレクトだし。おーすげえ。ふ、見てくれよこのポージング。ま、いちいちうざいけどね。カゴの鍵を探せ。よし、この島の猫社員もあと一個か。多分また島を離れなきゃいけないのよね。ふーん、だったらまた最初の島とかに行ってみるか。オッケー、行ったり来たりで面倒だけど。んー、まあ近いからいいじゃない。ここにゃん、キメラの翼はないのか。んなもんあるわけないでしょ。だったらルーラーという名の編集カットならできるけど。夢も希望もないわね。あ、ここにもプロペラボックスがあるじゃん。これを使えば登るのも楽勝じゃねえか。って、そこに猫ちゃんがいるわ。あらー、どしたの、泣いちゃって。ここにゃんの体臭がきつくて涙が出てるとか。あー、ローラルな香りだわ、バカ。てよく見たら子猫ちゃんが迷子になってるんじゃない。僕がその子猫です。どっち何言ってるかわかんない。騙されるのは私がその子猫だぜ。あー、もうあんたたちめちゃくちゃじゃない。よし、わかった、連れてこればいいんだな。猫猫島、熱戦で発掘猫社員。あれ、別のお題が。そんなことより今は猫を連れていくのが先決だ。確か4匹ぐらいいたが、このうちの1匹を連れていけばいいのかしら。く、プロペラボックスをかぶってると担げない。一旦ダメージを食らわなきゃな。よし、この緑の子にしよう。いや、適当に持ったでしょ。さあ、それより水の中に入ると消滅しちまうから気をつけろよ。タヌキマリオで行ったら楽なんじゃない？いや、確かプクプクがいたし、そいつらを足場に。
ょ。ポコニャンどこに行くのよ。そっちじゃないんだぜ。というドジっ子アピールをしといてと。いやただの方向音痴。お前らだってそうじゃないか。こっちの奥だな。ここを越えなきゃだが、僕なら行けるさ。ほい。よし、難なく渡れた。めっちゃ危なかったわ。さあ、猫ちゃんお待たせ、感動のご対面だよ。あ、おろすとか？何も反応しないけど。さあ、お前せっかく頑張って運んできてやったのに。マリちゃんやめなさいって。運んだのは僕なんだけどね。何か反応しろし。今日はここまで。次回に続くわ。楽しみなんだぜ。